朝は冷えるね。寒くない？うん。じゃあ、このままちょっと付き合ってくれるかな？あまり人が来なくて気に入ってるんだ。一人で休むにはちょうどいいからね。構わないよ。レティみたいに怒らないなら。それなら大丈夫だよ。俺たちが強盗同然に居座っていただけで、彼らは悪くないって言っておいたから。例えば？例えば？それはおそらくベイビーちゃんの今の力を試してって気になってるのは他の男のことばかり？野暮だね。せっかく二人きりだっていうのに。急に黙って何？ああ、そういうことか。どうかした？だってベビちゃんからは好きって聞いてないから。
聞いてないね。聞いてないよ。ねえ、言ってみてよ。俺のことどう思ってるのか。ベビちゃんの口から詳しく聞きたいな。まさか、またお預けする気？はーい。どうぞ。ベビちゃんがこんなテクニシャンだったなんて知らなかったよ。過去の男たちに嫉妬しちゃいそうだ。嫌なら逃げれば？逃げるのは得意でしょ？どうして？それ、わざと？
優しくできなかったらごめんね。難しい注文だな。ミルクの匂いよりもっと甘いね。どこにも行かないで、ベビちゃん。確か君はそう言ってた。帰るからと。行かないで、ベビちゃん。
て、だからあんな夢を。本当に繋いでいてくれたんだね。どんなことをしてあげようか。もっと俺で気持ちよくなってくれたらいいのに。何？やめてあげないからね。